こんにちは、石山浩司です。アンティーコイン投資を極めるのコーナーです。今日のお題はアンティーコイン投資、インフレ、値上がりするアンティーコイン、モダンコイン、株、ビットコインと、このテーマについてお話をしていきたいと思います。1つ目株の値上がり、2つ目ビットコインの値上がり、3つ目アンティーコイン、モダンコインの値上がり、4つ目これから地方都市の値上がり、この4つのテーマについてお話をしていきたいと思います。1番目が株の値上がりですね。今これちょうどアメリカの大統領選がですね、大詰めに行って、バイデンさんが大統領にほぼ決まりっていうことでニュースは流れているんですが、今そのあたりからですね、非常に株式への投資がまた復活してきたような状況になっています。で、株っていうのは面白いことに、株が値上がりしても損する人っていうのは基本的にいないんですね。なので、政府がお金をばらまくとか、政府がその株をどんどん買ってってるような状況が、今起きていて、日本の日経平均とかも、29年ぶりですかね、2万6000円に到達したということで、1988年ぐらいがバブルのピークで、3万6000円とか7000円が確か日経平均のピークだったと思うんですが、もう今や2万6000円まで復活したということで、株の値上がりがかなり今トレンドになってきているような状況です。で、これ株がなぜ値上がりしているかっていうと、債券ですね、いわゆる国債、米ドル債ですね、あとユーロ債とか、日本円の国債もそうなんですが、もう金利がゼロか下手したらマイナスになっています。で、投資の世界ではこの債券に投資をするっていうのは鉄板なんですね。例えば10億円あって年利 1% っていうのに預ければ、それこそ1000万円の利息を得るということができるので、この債券に投資をするのが基本スタンスだったんですが、もうお金をジャブジャブ印刷して配りまくったせいで、お金に対する価値がどん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 下がってきていると。ここをもとに債券ではなく株式の方にお金が流れてきているので、株が上がっているっていうような状況になってきています。なので、これ今金融引き締めとかも絶対にやらないしできない、なぜならいろんな国の大中小企業までがもうどんどん倒産してしまうので、今お金を絞るわけにはいかないんですね。なので、お金を配る方向、増やす方向に国はその舵取りをしているような状況になっています。なので、なんとか給付金とかいろんな理由でお金をばらまく政策をしていますし、かたや大企業もそうなんですが、もうリストラが始まってきていて、非常にこの貧富の差が出てきているような状況にあるんですが、お金を持っている人、あとは国ですね、もうどん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 株式を買ってってるような状況に今なっています。2つ目ビットコインの値上がり、ビットコイン私はもう、ほとんど売ってしまって、もうなんていうんですか、ウォレットにあるほんの微々たるものしかビットコインを持っていなくて、これから買うつもりも全くないんですが、ビットコインもキャピタルゲインですね、値上がり狙いで限られた数しかビットコインはないので、そこにまたお金が集中していると、個人も買ってるしファンドも買ってるような状況になってきているのが今のビットコインの値上がりです。いろんな大企業まで行かなくても、その企業としてビットコインを買ったり、個人として買ってる人がいるので、どんどん、ビットコインもまた値上がり傾向に入っているというのが今の状況です。ただこれ今中国の人民元のデジタル化とかですね、各国がこれからデジタル通貨に移行していくときに、このビットコインは果たしてどこまで持つんだろうっていうのが私の認識です。もともとこれ別に誰かが言ってたわけではないんですが、ビットコインとかイーサリアムっていうのは将来的に国がデジタル通貨にするから、その前に餌として巻かれたものが僕はビットコインだというふうにもともと思っています。つまりいろんな国の人が自分からこのデジタル貨幣っていうものに自らの意思で進んで、それを使うようにならされていて、である程度のとこまで行ったら国がそのデジタル貨幣を支配するというのがこのルールだと思うので、そこにビットコインっていう
まあ、無国籍なものがどこまでいけるのかどうかっていうのは自分の中では微妙なので、まあ、そこに私はもう投資をしていないという感じです。で3つ目ですね。3つ目がアンティーコイン、モダンコインの値上がりということで、まあ、これはいつも動画で喋ってることなので、まあ、金が今1900ドル近辺でずっと上がったり下がったりしてるんですが、まあ、アンティーコインとモダンコインっていうのはもうずっとこの今年に入ってから値上がり傾向のまま進んでます。まあ、これ今までずっと喋った通りなんで、お金が余っている中で、まあ、株を買う、ビットコインを買う、そしてアンティーコイン、モダンコインを買うというふうに、まあ、この3つのポートフォリオにそれぞれがお金が流れてってるっていうのが今の状況です。4番目がこれからの地方都市の値上がりかっていうのは、今までこの日本だと東京に本当一極集中だったんですが、いわゆるリモートワーク、テレワークですね。もう出かけなくても仕事ができる人たち、企業たちっていうのが、もう社会的にある程度コンセンサスが取れたってことですね。もう認められたと。まあ、今までだったら営業しに来いよっていうスタンスが営業される側にもあったんですが、今だともう来ないでくれと。まあ、Zoom でいいからみたいなところが増えてきてですね。今だったらセミナーも Zoom で OK だし、商談も Zoom で OK。まあ、要はテレワークで OK になってるところが非常に増えてきたんですね。まあ、住宅内見も Zoom で、お問い合わせみたいになってるぐらいなので、まあ、この流れの中でもう東京の、地価が高い、狭い、ゴミゴミしてるっていうリスクを取らない企業とか、まあ、個人事業主みたいな人たちが増えていった時に、今までの東京とかその大阪とかの都市から少し外れたところに移動していくといった時に、まあ、そこの不動産とかが値上がりしていくんじゃないかっていうような傾向がおそらくこれからもっと出てくるというふうに思います。なので、まあ、今このインフレ傾向になっている時に、先ほどの株、あとビットコイン、あとアンティーコイン、モダンコイン、そして地方都市の不動産とかにお金が、移行してってるので、この辺を見ておくと新しい投資の、チャンスがあるんじゃないかなっていうふうに思います。そろそろまとめですね。1つ目、株の値上がり。株はもう債券、いわゆる国債ですね、米ドル債、ユーロ債とか、まあ、そういうものの金利がほとんどないので、株式にどんどんお金が流れてっているのが原因。2番目のビットコインも、個人とか企業がビットコインを買うのが増えてきているので、ここも値上がり傾向にあるという感じです。ただ政府が、まあ、日本政府もそうですよね、デジタル庁みたい、名前がちょっと合ってるかどうか分かんないんですが、これからおそらく非常に、デジタル化が日本政府は進んでいきます。まあ、今までは余計なものを余計な人数でやっていくのが日本のあり方だったんですが、これをもう多分やめてですね、一気に、オンライン化、あとデジタル化していくので、ここに乗り遅れたり、考え違いをしない方がいいかなっていうふうに思います。で3つ目はいつも言ってるアンティーコイン、モダンコインの値上がり。まあ、ここも銘柄をよく見てですね、人気になりそうなものを買っていくといいんじゃないかなっていうふうに思います。4つ目が、新たなトレンドですね。地方都市に、人が流れていくっていう動きが出てきそうなので、その辺の不動産を先回りして買うこともできるでしょうし、まあ、今逆に都内とか非常にその地価の高いところにですね、不動産投資をしたり自分の持ち家を買うっていうのはあんまりお勧めできないんじゃないかなっていうふうに思います。今日の動画はですね、ぜひためになった、面白かったという人はいいね、高評価をつけていただければと思います。あとコメント欄には今回の動画の感想とかですね、あと質問、アンティーコインの、銘柄に対する不安とか悩みとかですね、いろんなものを書いていただければと思います。 YouTube のコメント欄は流れていかないので、まあ、そこに書いていただければお返事もしやすいです。あと E メールの方はどうしても流れてってしまうので、返事を忘れている時には2回3回と送っていただければというふうに思います。あとチャンネル登録されていない方はまたぜひこの機会にチャンネル登録をしていただければと思います。本日の動画のご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。